はい、どうも KB です。今日はですね、こちら、先日からちょっと上げてるの電子ドラムなんですけど、普通の、メッシュヘッドがついてるんですよ。で、ここ最近、ドラマー界ではちょっとこう何ていうか流行りというか、人気になってるこのアサプラっていうメーカーのメッシュヘッドですね。で、これがなんか素材が通常のメッシュとはなんか違うくて、なんかいいっていう、噂を聞いたので、今回はちょっとこれをこの電子ドラムにつけたらどうなるのかっていうのをちょっと試してみたいかなと思いますね。で、他の人のレビューとかだと、単純に通常のメッシュと比べて、こっち、アサプラのこのメッシュは、ボリュームはちょっと大きくなるという話だったんですけど、まあ、ここ普通に、アコースティックドラムも全然普通に演奏してるところなので、その辺はちょっと問題はないかなと思いますので、ぜひともちょっと、そうですね、叩き比べも、したいと思いますので、ぜひともそれをちょっと聞いてみてください。はい、という感じなんですけど、通常のこのメッシュヘッドと、このアサプラのメッシュヘッドをちょっと今両方叩いてみたんですけど、ボリュームそんなに変わるかなって感じですね。なんかボリューム自体はなんかそんなに大きくなったっていう感じは正直しないです。で、何が違うかなって言いますと、単純にこのメッシュヘッドだと、これスティックをこう置いてこうやってやるとこんだけ滑るんですよ。ただこれの場合だとこう置いて置いてこうやってやると滑らない。なのでなんていうかな、スティックが変な角度から入っても滑らないっていうのがあるんですけど、個人的にこう太鼓をこう叩くときって別に変な角度から入らないので、別になんかこのメッシュヘッドだから滑るっていう感覚って正直なかったんですよ。なのでこっちに変えたからってじゃあ何か変わったかって、正直個人的にはなんか別になんか変わった感はないです。音が大きくなったっていう感じもしないし、かといってその叩きやすいとかそういう感覚も別にこっちと変わんないですね。だからもしかしたらこの ATV のこのメッシュヘッドの出来があまりにもいいのかもしれないですけど、違いは特にないです。叩いてる感じであこっちの方がいいかなっていうのは正直なく、どっちでもいいですね。まあ、ただこう黒に黒の方がなんかかっこいいかなってっていう話ぐらいですかね。あとそうですね、電子ドラムで、ちゃんとトリガーが反応するのか、やってみたいと思います。
という感じですね。トリガーセンサーも、ちゃんと反応します。でこれ黒い方だとでこの朝プロの方が薄いのかな、トリガーがしっかりと見えるんですよ。なので多分これが現状だと、あ、メッシュヘッドに当たってるなっていうのが目視できるんですよね。なのでこれをだいぶ緩めちゃっても当たってるなっていう感覚が分かれば、だいぶローピッチにして叩くことも可能ですね。でこの ATV の、 いいところなんですけど、トリガーセンサーが3つついてるので、他のメーカーってトリガーセンサーがこう1個しかついてないんですけど、トリガーセンサーがこういうふうに三角形で3つあるので、だから余計にこうチューニングを緩めても全然反応するので、という感じです。もし、よければ試してみてもらうのがいいかなと思うんですけど、個人的には、別に正直買う意味はなかったかなっていうのがぶっちゃけた話の感想です。なのでそんなにいくらだったかな、安くはなかった気がするんですよね。スネア、タム、フロア、キックの、この朝プラのメッシュ全部買ってるんですけど、4つ買って1万円しないぐらい、9500円ぐらいかなだったと思うんですけど、なのでそんなにこう安いっていう感じでもないので、無理して買う必要はないかなと思いますけど、興味があればぜひとも使ってみてほしいかなと思うんですけど、ただこれはそのトリガーセンサーが中にあるからいいんですけど、この外につけるトリガーの場合ですと、こういうなんか通常のメッシュよりかはこの朝プラの方の方が反応がいいっていう話も聞いたことはあるんですけど、なんかそれもこういう状態をちょっと体感してしまうと、単純に貼り具合と取り付け方で全然メッシュでも反応するんじゃないかなっていう気がしますね。あとはちょっとダメン違うな、何て言ったらいいんだろう、そのセンサーをどこにつけるかで、当然例えばトリガーをここのフープにガッてつけたら、ここ一番遠いじゃないですか。なのでここ叩いたら当然反応が悪いと思うんですよ。なのでちょっとこうセンサー寄りを叩くとか、そういう工夫さえできれば特に問題はないのではと思います。まあせっかくこれ買ったのでこの後こう張り替えはしようかなと思うんですけど、結果あまり意味がなかったということでございます。まあ本当になんかこういう商品レビューっていいことばっか言う人が多いので本当にいいのかなっていう感じはあると思うんですけど、個人的には別に楽器屋さんでも何でもないので思ったことを素直に、言いたいと思います。以上です。